Hey guys, what's up? It's Exuperist here, and today I'll be reacting to episode 8 of Toradora. So let's go! Hey guys, before we continue with the reaction, don't forget to hit like and subscribe, and click on the notification bell so that you won't miss any new uploads. And with that, let's go back to the reaction. Starting now. That's swimming. Is that really a reward? Okay, I'm not really sure, actually. I'm not actually sure if that's a detriment, a punishment to Taiga, because, I mean, I guess they've become friends. They're mostly spending their time together a lot. I don't know, I mean, is Taiga going to be prohibited from spending time with Takasu? She likes Kitamura, although maybe she probably won't be spending time with Kitamura just because, you know, she can't actually talk to him properly. Yeah, this is a bit confusing, and I'm uncertain with where it's going, but yeah. Kawashima, I don't know, I think she just wants to get in Taiga's nerves, and that's why she's just going to take Takasu away from her. But I mean, Takasu doesn't necessarily have to go along with that, right? I am not sure. How to feel about it right now, because I'm just confused. There's nothing clear with any of their relationships. It's supposed to be a romance comedy, but it's mostly just comedy at this point. The whole class is in on it? What's happening? Even he's scared of her. Everybody's scared of her. What? ほら、もう1回。そんなこと言ったって。顔水につけらんねえのか?レベル低すぎだろ。これは勝負見えたな。ガイアの声はむしろって。分かってるわよ。まあ、高須のためにも頑張るしかないだろう。誰かどうかしたか?その調子で高須と力を合わせて頑張れよ。 授業中には練習しない。イメージトレーニングで十分よ。そういうことは水に顔をつけられるようになってから言おうぜ。今日のおかず何?鞘エンドウの卵とじと豆腐ステーキと味噌汁。あとほうれん草と油揚げ。豆ばっかじゃなくて肉がいい。贅沢言うな。お豆は畑のお肉だぞ。
それよりプールの時間はちゃんと練習しろよ。開き直ってさ。開き直れないの。北村くんも見てるんだもん。だからこそ頑張ってかないとだろう。あんたね、そもそも誰のせいで誤解を受けつつも頑張ってると思ってんのよ。え、誰って。だから北村を川島の別荘に行かさないために。いって、もういい。あんたは私のご飯作ってればいいの。ったく、何なんだよ。おい、さっさと作る。栄養つけまくってガシガシ練習するわよ。Chariot, is this like a version of Chariots of Fire? What a montage. Anyway, Pakatsu is such a bro, by the way. って、なんだよ。なんでそんなところに挟まってんだよ。暗いやつ。この狭さが落ち着くんだもん。どっこいしょ。やだもん。タカス君こそお疲れモード。誰かさんのせいでこのところずっとな。誰のせい？アミちゃんわかんない。お前な。かわいいじゃん、ヤキモチタイガー。は？どこがヤキモチだよ。あいつは単にお前が気に入らないだけだ。タカス君ってバカ？バカはお前だろ。とにかく、あんまりタイガーを挑発すんなよな。だいたい何が別荘だよ。最初から誘う気なんかねえくせに。私は本気よ。本気で勝って、タカス君と夏を一緒に過ごすつもりよ。ちゃんと本気で勝った後のことを考えてる。楽しいと思うけどな。ほら、結構気合うじゃない、私たち。な、合ってねえよ。怒った怒った。お前な、たく、人をからかうのも大概にしとけよ。へい。ほな、さいなら。ありがとう、てるてる坊主さん。なんとか電気は持ってるけど。ほら、リュウジ、私泳いでるみたいでしょ。そろそろ真面目に練習すっか。やだ、何よこれ。勝負は明日なんだぞ。今さらクロールの練習してる。 Wait, what? 使えるもんは何でも使っていくしかねえだろう。かっこ悪。よし、いいぞ。おっと、そのままバタ足してみろ。分かったわよ。え、おい。 OK。 She has a lot of kicking power.She can actually do this.当分やまなそうだな。せっかくやる気になったのに。どうする、帰るか、まだやるのか。そっか、そうだよな。入場券くれた北村の気持ち無駄にしたくねえしな。そういうことじゃないの。そうじゃなくて、私が頑張ってるの。分かってるって。ついでに川島のやつもギャフンと言わせようぜ。もういい、何言っても無駄だ。なんだよ。あ、もしかして俺か。そっか、俺がいないと飯も出てこないもんな。だからそういう。でも無理はしなくていいからな。たとえ負けても俺一人川島の別荘に行きゃ済む話だからさ。北村は抜きにしてくれって頼んどくよ。飯はまとめて作って冷凍しといてやるし。だから余計なことは考えないで。はっ、あんたの化けの皮が剥がれたのね。え、
最初から行きたかったんでしょ、アミちゃんの別荘に。はあ、なんだよそれ。なあ、私としてはあんたがいつどこで誰にハハしようがどうしようが気にしないんだけど。I sense jealousy。人がこれだけ気使ってやってんのに。誰がそんなこと頼んだ。お前近頃変だぞ。こないだの川島のことといい。まだその話をするの？お前一体何が気に入らねえんだよ。Holy guacamole。私は他人が私の心の中を勝手に想像して分かったような顔をする、それが嫌なの、ムカつくの。なんで分かってくれないの？分かってほしいのか欲しくないのかどっちなんだよ。分かんない。は？私がどう思ってるかなんて誰にも分かるはずない。だって自分だって知らないの。今なんて、おい、あんたもお望み通り勝負なんかしないって言ったの。Okay, so she definitely is starting to have feelings, I guess, develop feelings for Takasu, but we're not sure. Nothing is confirmed. It's just being hinted at here and there. Well, you're a bit dense, so maybe it is partly your fault. But I mean, any guy would probably be confused in that situation as well.どうでもいいって言うからムカついたんだと思う。にゃー、そっか。でもリュウちゃん分かってるよね。タイガちゃんはいつだっていうことを反対のことだよ。どれも良くなんかないよ。リュウちゃんのことが本当に嫌いだったら、どんなにお腹が空いてたって同じお皿のおかずなんて食べないと思うな、やっちゃんは。She's got a point. メイクも落とさねえで。Despite being so drunk. ほら、しっかりしろよ。綺麗なアミタンは今からプールで泳ぐんだろ。それはタカスを別荘に連れて行くためだろ。タカスばっかなんでやめろお前ら。まだ俺が別荘に行くって決まったわけじゃねえだろ。なあタイガーが勝てるわけ。そんなもんやってみなきゃ。やってみなきゃわかんねえだろ。バカ、今度は肉ばっかり。ねえ、いつまで待たせるの？暑いよ。なんで来ないの？手乗りタイガー。まあいいじゃん、今日はあのビキニを見に来たと思えばだな。ねえ、この暑い中みんなをこれ以上待たせるのは。そうだね。何勝手なことほざいてんの？いざ尋常に勝負よ。バカチワワ改めバカビキニ。マジ？タイガー！あんたその格好で泳ぐの？一瞬武装かと思った。なんか格好よくね。There are no rules anyway. Or well, nothing against that. やーい！オッケー。
巌流島戦法に加えて恐ろしい頭脳作戦だ。おのれちびとら。Cramp. Uh-oh. She forgot to do some stretches. Oops. Are Taiga? Takasu, oi Takasu, daijoubu ka? Yoshi, iki wa shiru da. All right. That was a good scene. Confirmed, I guess. Maybe.私勝負に負けたじゃない。リュウジは行くじゃない。身の回りの世話をする奴がいなくなるじゃない。だから私も行くこと。ちょっと待って、あんまりにも自分勝手な話にアミちゃん混乱中。いいじゃないか、みんなで行く方が楽しいぞ。あ、なるほど、愛坂さんもしかしてタカス君と離れるの不安なんだ。何しろリュウジは私のダーだもんね。そうね、認めるわ。だってね、それはつまり、こいつが私の犬だから。飼い主としてはね、自分の犬がよそでハーハーしないように見張っとかなきゃいけない義務があるの。何、なんか期待してたわね。してねえよ。I was。よし、じゃあスケジュール決めるぞ。どれだね。二人きりじゃなくて残念。でもチャンスはまだあるからね。え、こうして高須隆二高校2年の1学期は幕を閉じ、刺激的な夏休みが始まろうとしていた。Okay, so we're still he did have that moment ofadmission, I guess you can say. It's a bit of a confession. She's kind of offhand denying it in front of him, but it's obviously there. Now, if they can just be a little bit more serious about it, you know, like my heart kind of skipped a beat there, butYeah, we're not going all the way yet. I guess they're just going to try and see how it goes, go with the flow. Okay, but at the very least, we got somewhere, somewhat. So there's a little bit of a seed there that's been planted of the Taiga Takasu pairing. But Takasu is still going after Kushida.I mean, but he's such a bro here, though. Really, but also very dense. I think I'm a bit confused, but probably that's just how the
the writer wants to present this story, in that, I mean, it's not very straightforward. The author's dropping hints here and there of what is real. I don't even know how to describe it. Like, which one is really the true pairing? And there's the Kawashima thing. Does she like Takasu? Does she really like Takasu? Or what? Is she just trying to mess with Taiga? And how about the other two supporting characters? Kitamura and Kushieda. Like, are they still going to factor in to whatever's happening here? I'm not sure. It seems like everybody kind of has an idea of what's going on between Takasu and Taiga, but at the same time, they themselves aren't really recognizing it, or they don't want. Well, okay. Taiga already kind of admitted it. I feel like those are her true feelings, but she is probably quite awkward about it, doesn't really want to go all the way and just confess straight to Ryuji. So she's probably going a roundabout way of doing it, but I'm not sure. I'll know in the next arc of the show. Yeah, that was episode 8. Thank you guys for watching, and see you in the next episode. Oh. See you in the next episode. Thank you guys for watching until the end of this video. Click here to subscribe and check out these two videos for more fun content. See you in the next one.